夢が輝くだよが遠きの顔だ隅やらじってゆくさびれた海パドルどでも今もセピアを影が揺れてる風に燃える部屋を見たい空と海のライドル焼けた残念のあたり胸がじんじんと響く夏の太陽が燃え上がる To be like 泣き去り今日も寄せて我が Sでしょうか砂の上で口づけした真夏の風が出る今日はね、梅第二公園っていうところ梅の名所なんですけどね梅はもうちょっと時期が過ぎちゃったんですけど、まあ、奥さん今年梅見に行くの見そびれちゃったから梅を第二公園試しに行ってみてもしかしたら残ってんのも細崎のやつなんかだったら残ってるのあるかもしれないからちょっと見に行ってこようって言うんです第二公園買い物のついでに行ってきたんですけど、まあ、梅っていうことで言うとほぼまあ全滅って言ってるようなもう全部散ってる感じではありましたけどね桃が一部結構綺麗に咲いててあ桃が綺麗だねなんて話にはなったんですけれども、まあ公園自体はとってもいいところでねぐるっと一周して気持ちのいい散歩ができましたけどこっちの方見沼田んぼっていうと詐欺が有名でいろんな、まあ小詐欺、大詐欺、青詐欺あったりがたくさん今でも、まあ昔に比べれば全然減りましたけどね俺が子供の頃に比べれば少なくはなりましたけど詐欺が飛んでるんですけど俺は子供の頃、小学生ぐらいの頃だったらねそのゴイ詐欺っていう詐欺がねもっとたくさんいたんですけど今川っぺり歩いてもねゴイ詐欺見るってことはほぼない1年間通じても一部そのいるところを除いてはね普通にゴイ詐欺見るってことほぼないぐらいにまでいないんだよねでその大宮第二公園に行くというと、脇っちょにね川が流れててあれは芝川になるのかなちょっと忘れちゃいましたけど川が流れてその中洲みたいなところで多分巣を作ってるんじゃないかなゴイ詐欺そこにはいるところにはいつもいるっていうところがあるんでね、まあ、いくつかそういうところ川の中洲であるとか池の真ん中の島みたいになったところで巣を作って いることはいるみたいですけどね昔に比べればだいぶ減っちゃったみたいですけどでその第二公園のところもねここにゴイサギいるの知ってるから行こうって奥さんにそれ見てこう見てこうって言っていてまあ観察できましたけどねゴイサギは目の色虹彩っていうみたいですけど赤いのが特徴でこれがまたね何とも言えないね体のその青っぽいようなグレーの色とその目の光るルビーみたいな赤い色がね何とも言えない不思議な感じのする不思議な感じがするんですけどねでよく似たゴイサギによく似た鳥でササゴイっていう種類がいてササゴイの方の虹彩は目の色は黄色いらしいんですけどこっちは見たことがないんですけど割と近くにいつも来てる毎年冬から来てる場所があるっていうそっちもまたそのうちね見に行ってみようとは思いますけど、ゴイサギは最近見なくなったんでね、久しぶりに見られて嬉しかったですけどね。